皆さん、ごきげんよう。今回から新しいダンジョンモッドをプレイしていきます。では参りましょう。場所のわかりにくいダンジョンがあるので、周辺を確認してから始めることにします。以前のバージョンだと、ここに出口があったんですが、何か変更されたようです。あと3つ、補足しておきます。まず、プレイするダンジョンの順番は、ネクサスに書かれている通りにします。次に、透明化はできるだけ使わないことにします。そして、シャウラスが多いと感じたダンジョンからは、撤退することもあり得るので、お許しください。ちなみに、このケージは上げられませんでした。コンソールですり抜けても、拡張する時のための通路なのか、この先には何もありません。
思わず透明化を使ってしまいました。癖になっています。
ご存知ないかもしれないので説明しておきます。私はこのウォーロックとリーパーのコンビが大の苦手なんです。リーパーの煽りにイライラさせられるのと、ウォーロックの特殊能力と魔法使いなのにやけに攻撃力が高いことが理由でしょう。もちろん苦手だと思い込んで冷静になれないのも理由の一つかもしれません。
毒のエフェクトは CTD の原因になるような気がしてセーブすることにしています。そういえば、もう一つの有名なダンジョンモッドのハメットシリーズと戦闘面での違いに気づきましたか？このモッドだと、横たわっている棺の蓋は向こう側へ、ハメットだとこちら側に落ちるんです。自分の方へ落ちる分、攻撃の初手が遅くなり、ハメットの方がプレイしにくく設定されているんです。
Chaurus. のように吹き飛ばされて立ち上がった後、霊体化が有効にならないことがあります。このせいでプレイが慎重にならざるを得ないことをご理解ください。私の縛りでプレイすると霊体化がかなり重要だとお分かりいただけると思います。
編集していて気づいたんですけど、一箇所鎖を忘れていた場所があったんですが、こことは関係なさそうでした。どうやら正規ルートがありそうなので、次回へ持ち越しです。ご視聴ありがとうございました。